どうも、プロップライトやっていきますか。まずは、たまにはね、生存者側からスタートでやっていこうか。でも今回のマップね、家屋で結構ね、沼っちゃうと速攻終わっちゃうような感じあるからね、気をつけてやっていこう。で、今回のキラーは、シーツマンだね。シーツマンはね、フックで敵引き寄せたりするから、なんかちっちゃいものになって逃げた方が良さそうで、早すぎるって。まずいぞ。今回ちょっときつい試合になっちゃうかもな。これ本当にね、どんだけ修理、やれるかにかかってきてるもんな、マジで。で、一旦、上にいるな、上に。ま、あ、ナイスナイス。助かる、それ。なんかアップデートで2階にいたら、2階とか1階にいるときに、なんで説明すればいい？俺が2階にいるときに1階に、殺人鬼がいるときとかに、どこにいるかわからんくなるみたいな。これは、速攻逃げておいてで、どこに行こうかな。これとか。一旦ここに逃げといて、まあ、速攻気づくの大事よな。アイテム使わずに逃げ切っていくっていう。結構大事だよな。処理しよう。来るかなって思ったんだけど、助けに行ってあげたいけどな。80秒ぐらいになったら、ちょっと助けに行くわ。80秒ちょっと遅いかな。まあいいや、80秒ぐらい切ったらもう、助けに行くわ。そんな感じで行くわ。さあ、そろそろ、本になって向かうわ。シーツマンが下にいるの分かってくから。ただなんか上に、シーツマン貼り付きしてない？なんか、貼り付きシーツマンしてない？あいつ、なんか。下にいるね、真下。さあ、結構いいタイミングじゃないこれ、なかなか。ウサギに変身しといて、やっていこっか。ちょっと怖いんだよな。こっちから気づくの遅れちゃうんだよ。ナイス修理、ナイス修理。結構俺今回いいムーブしてない？シーツマンに見つかったけど、早めにね、気づけば逃げれるからな。なるだけ早めに気づくの大事よな。うわー、結構いい感じに、釣ってきてやがる、あいつ。俺たちの仲間を、いい感じにやってるわ。そろそろ、だからシーツマンが上に、追ってきてない？なんかシーツマン。やば、だる！だる！めっちゃうんち食らったんだけど。座らせてくるかな？はい。で、多分速攻来るよな、きっと。こっち逃げよう、俺じゃ。さあ、一旦逃げておいて、ナイス救出。ただ、救出意識高くて、高くすぎてもダメだからな。そう、自力になっちゃうから、マジで。一旦、なんかアイテム買っとくか、一旦。やーべえ、これ。これやばいって、これなんか。もう一個買う？ナイス。工具ね、工具。工具強い、工具使うか、これ工具。わあ、まあでも俺が追われてるわけじゃないから、工具使ってこの間にちょっと終わらしちゃうか。めっちゃ毒切り入ってるやん、毒切り。しかもレジェンダリー工具じゃん、これ。めっちゃいい、めっちゃいい。この工具140秒かな、1回ぐらい使っていけるから。きついよ今回。めっちゃきついよ今回。俺釣られてないから俺はいいんだけどさ、どうしようもないかな。ハンマー持ってる。しかもハンマーかよりによって。マジ？助けたいんだけど、一旦ここだけ終わらしていい？敵どうせ戻ってきそうだし。ちょっと待って、それはやばい。待って、やばい。やばい、大ピンチ。やばいしか言葉が出てこない。やばい。うんち痛すぎ。おい、毒うんち。毒うんち痛すぎるって、マジで。で、ハンマー疲れてるから、この周囲ちょっとちゃんと終わらせておかないって、マジでやべえ。で、あのアイザックは、あー、まずい、それは。なかなか、悪循環起きてる。上がってくるよな、あれな。あー、でもバレてない、俺。向こうに追いに行ってるわ。
いやー、きついぞ。どうしようか。まあまあ、アイテムだよな、とりあえずは。いや、あれ諦めてよくない？もう。毒ナイフとか持ってるし。あれは、ちょっと無理だから、諦めといて。うんち痛すぎ、上にいる、これ上。6秒は無理だから、真上にで、真上に。これは修理しちゃおう。マジか、俺一回まだ終われてないからいいんだけどさ。鎮痛剤飲みたいんだけど。あ、待って、ミスった、やばい。待って、ミスった、やばい、ミスった。ちょ、待って、焦って、あはは。痛い、痛い、痛い、痛い。いやあ、ちょ、待って。待って、フックで初めて引き寄せられたんだけどさ。パニックになってカメラ使っちゃったよ。いや、俺一回も今回座らせられてなかったけどさ、最後まで。でも俺だけ生き残ってもダメだね。おし、次はね、殺人鬼、シーツマン使っていくか。で、マップは新マップだね。このマップまだ、昨日は結構勝てたけど、2回やって2回とも勝てたんだけど、まあまだマップとかまあ覚えてない感じもあったりするから、まああれだよな。頑張って覚えていかなきゃな。まあ、一人見つけたんだけど、まあ、とりあえず一人見つけることからだよな。即一人釣ってしまうんと。おっと、見つけた。で、切って、はい、切って、で、で、うんち投げて、すかさず。すかさず、うんち投げて。どこ行った？向こうか。引っかかんなかったんだよな。これ、フックできるかな？できる？いや、追っていこう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 。大きくなった瞬間が、狙い目でしょう。狙えるフック、これ。ちっちゃいとちょっと、これ狙える。はい。はい、引き寄せて。いいね。で、なーに、これ辛い。バカ辛いんだけど、あれは。引き寄せて、殴ってそれ食らっちゃうのやばすぎ。で、一回切ると足が速くなるからさ、こいつら。ガチしんどいんだよね。俺的には。超しんどいんだよね。多分近くにいるんだけど。フックしよう、フック。はい、切って、で、もう一丁切って、はい、いいねー。いいねー。ちょ、動けなくなった。頼む。動けて、ナイス。なんだ、動けてって。わけわかんねえよ。さて、そこに、椅子があるのはわかってっから、ちょっと釣り上げてしまおう。ねー、早すぎ、レバガチャ。ねー、レバガチャっていうかわかんねえけどさ。修理も早すぎやろ、な。まあ、とりあえず一人釣っといてって感じかな。このマップ結構広めだからさ。マシーンの修理の場所をね、悟らせないようにしたいんだよね。悟らせないんじゃないや。バラバラにさせたくないんだよね。結構しんどいからさ、まあ、とりあえずうんち投げとくか。とりあえずそれも、とりあえずそこにうんち投げといてで、教会やってるわ。教会やってっから。やってるよね。そうだ、やってるから、横から。はい、横から、こんにちは。はい、完璧。はい、来てで。はい、来て、いいよ。いいね。横から、こんにちは、スタイル。またなんかいたよな。ちょっと危なそうだな、ここ。危なそうだけど、あとは、助けに行くんじゃない？あいつのこと。助けに行くよね。そうだよね。絶対これやろ。うんち投げて。はい。で、はい、来て。いいよ。はい。大仮面。大仮面、しっかりと、ね、釣り上げていこうぜ。なーに。こっからちょっと芋づる式パラディスやってかんとな。いや、このマップさ、あれだよ。スピードブーツとか結構必要だな。あとは、レザーグローブだっけ。ないとちょっとしんど、あ、待って、あとちょっとだ、買えねえ。頼む、誰か。あと一発だけ投げ出して。一発。先っちょだけ投げ出して。頼むわ、マジで。頼むわ。そう、置いておいて。どうせまた教会やってるんだろう、どうせ。どうせまたやってんだってか、壊すの忘れてた、あそこ。焦りすぎて。来た。はい。こんにちは。はい、来た。待って、引き寄せれてない。これ。はい、投げていいよ。壊すの忘れてたんだよね。やってるわ、マジで。で、もう一人の場所は、ちょっと見失ったんだけど、ここに二人いるって分かってんだったら結構、まあいいかな。あとは、
うんち投げといて。待ってろ、アイザック。今行くからな。待ってろ。3、2、1秒で。あ、かわいそうに見捨てられちゃった。さらば。さらば、アイザック。写真部のエース行っちゃったな、あのように。で、こいつも張り付きでいいと思うけどな。とりあえず、スピードブーツ。スピードのブーツ取って、動けるようにしといて。これ中俺壊したよね。壊せてるね。オッケーオッケー。20秒あと張り付くわ。待って、時間が進んでない。もうちょい離れなきゃダメか。うんちるで。はい、うんちばん。うんちばんしっかり引き寄せて。いいよ。どこ行った？はい、殴って。こいつ追っていこうか。うんち投げて。はい。うんち投げて。はい、あいち、いいね。で、こいつを見届けようか、最後まで。うんち投げて飛び道具で仕留めると。めちゃくちゃいいね。はい、終わりと。でね、椅子がね、あるじゃん。めちゃ近くにあるじゃん。ここら辺全然あるじゃん。こいつ諦めてる。そうそうそう、暴れられるとだるいからね。まあ諦めましょうね。はい。いい子ですね。あっち終わった？いいよ、こいつはもう。さあ、うんち投げといて。6分か。さやな。まあ、張り付きで良さそう、これ。うん。一番向こうの修理は終わらせられてもいいとして、手前側？こっち半分側？ライン引いて、あとは復活させないようにしといてっていうやり方が一番いいんじゃないかな。変に探しに行って起こされて2対1やるよりも、こっちの方が楽かな、俺的には。うんちボム置いといてさ、そこに。結構楽な気がする、そっちの方が。楽しよう。やっぱり。無理だよ。だっているからね、俺が。あれ、でも、あそこのマシンが回ってるかどうかわかんねえんだよな。それがわかんないけど。やってる。これ、回ってなかった、これ。やってる。やってるよね、そうだよね。はい、来て。引き寄せて。はい。はい、こんにちは。来て、で、うんち投げて、うんち。うんち投げて。当たったね、うんちが。うんちが当たって、こんにちは。からの？うわ、結構遠いとこまで行ったな、あいつ。こっち行こう。はい。こっち行こう。こんにちは。はい、殴っていいよ。で、あとは、ここ！よー、引き寄せた！はい。え？まさか当たると思わんかったから自分でもびっくりしたんだけど、引き寄せれたんだけど、透明化してるやつ。透明化してるやつ引き寄せんの。やばすぎだろ。で、はい、はっはっは。やばくない？自分でも怖いんだけど。透明化してる敵を遠距離で引き寄せんの。エイム良すぎるやろ。見聞色の吐きすぎるんだけど。マジ。マジか。やった。ちょっと1個目の修理やられてどうなるかと思ったけど、なんか、勝ててよかったな。いや、フックマン楽しいな。当てれれば。さあ、次はね、生存者やっていこうか。メイブル使っていくんだけど、マップはまあさっきと同じ。ビレッジだね。いいね。ビレッジでのどんどん理解力を高めていけ。まず敵がどっから来るかわかんねえんだよな。だって俺、修理の場所も分かってないからさ。待って、やばい、それ。ねえ、最悪すぎる。マジかよ。最悪すぎるな、これ。これさ、もう透明化する本使っていこうぜ。初手。初手釣りはね、まずい。初手釣りはマジで良くないから、まあ、多分追われてるんだけど、追われてるんだけどさ、しっかりと逃げていこう、こうやって。追いつかれるかもしんないけど、インつけイン。インつけイン。俺が時間を稼げば稼ぐほど、味方楽になるぞ。どんどん追いつかれてる。まあ、どんどん追いつかれてるのは、結構もう、しょうがなくて、こう、どんどんインつけイン。そろそろスタミナ回復しただろうから走って。スタミナ回復しただろうから走っておいて、またバケツチャレンジ。スタミナ回復して、バケツチャレンジで、しっかりと、逃げていけ。いやー、下ったー。いける、もっといけるはず俺なら、もっといける。痛い。最後まで終われろ。
大丈夫、俺なら大丈夫。うっ、ははは。いや、だいぶ頑張った、これは。だいぶ頑張った。いや、まあ結構同じ言い方だったから良くないんだけどさ。まああそこの無限ループ。この、一周無限ループのね、ウロボロスの輪。これをね、靴してまで終われたくはないよね。これまずいんだけど結構。あのさ、連鎖が起きるきっと。オッケー。一旦休憩させていった。コイン0枚ないよ、俺。本がいいな、本。お、追ってる。で、目玉がなくなったから、これ修理しよっか。ナイス修理、いいよ。いや、だいぶ頑張ったもん、俺。ほんとに。だいぶ、だいぶスタミナ管理とかうまく逃げ切れてくれた。ただ、生存者やっぱ足早いんだよな。殺人鬼が結構辛そうだったね。だって、あんだけ俺、結構ね、まあ、コーナーをちゃんと攻めたとはいえさ、一人だけマリオカートやってたね。ちゃんとインをね、攻めて、なるだけ早く逃げれるようにしてたんだけど、まあ、それでもなかなか追いつかれんかったから、ちょっとあれだってかわいそうだったよね。まあ、でもあれ、アカーシャって、あの、回転切り使ったら一瞬止まるようなアップデート来たんだっけ？だから、あの人結構回転切り使ってたからなかなか追いつけなかったのかもしんないね、もしかしたら。ちょっと真意はわかんないんだけど、ただ、いるけど、これ。待って、まずい。なんか近くないね、なんか。超近い。超近い。びっくり。ちょ、アイテムだけ欲しい。もう俺さ、もう釣られるわけにはもういかんのよ。あんまり。修理しよっか。ナイス修理。同じとこ修理してんじゃん。やばすぎ、3倍のスピード。3倍海洋圏って感じ。ただ次カメラがあるからまあ。おい、やばいってそれ。まずいってそれ。やばすぎ。俺さ、終われたら終わっちゃうんよ。次。次やれたら終わっちゃうんよ。まあ俺を追ってくるよな。そうだよな。俺追ってくるよな。で、隠れておいてで、ここで、カシャリ。いいね、いいね。あとはしっかりと、あの、逃げて。完璧。完璧なスタイル。頼むよ、もうミスんないで。俺危ないのよ。絶対俺狙われちゃうのよ。体力少ないバレてたから。マジで危ないのよ。がしかし、チキって修理をしないわけにはいかないからな。角待ちからこんにちは、カメラマン。こんにちは、戦場カメラマンムーブ。いいね、あれ。なかなか当てやすい。当てやすいしね。いや、でも本当にさ、角曲がった瞬間にカメラ使われるのって結構あれだよね。相手からしたら萎えちゃうよね。さあ、ちょっと修理していこっか。でもだいぶ俺追われてたけど、修理あんまり進んでなかったね。いや、でもそうでもないか。結構進んでる方なのか。一回しか座らせられてないしね。で、そこに宝箱もあるから、ちょっとここの修理バチバチにやっていこっか。めちゃくちゃ遠い。ただこうなってくると殺人鬼結構辛そうだな。マシーンの位置がさ、結構透明だったりするから、結構大変そうだよね。まあ、取りま。それは俺もっかいぐらいは釣られちゃってもいいかなって感じあるからさ、最後までやりきるか、これね。で、ワンチャン逃げ切ろう。逃げ切っていこう。それやっていこう。で、コイン来てる。待て、びっくりした、びっくりした。そっちから来た。びっくりした。誰かあれ助けに行ってくんねえかな、あれ。あれ助けに行ってくんねえかな。味方が修理してるんか。だって逆返せば、殺人鬼多分あっちを見に行くよね。ってなったら、あの子にはもうちょっと。あ、これ行けないのか、これ。あの子にはちょっと犠牲になってもらうみたいな感じになっちゃうけど。うわ、きつこれ。いや、でも起こしちゃうか。はい。これ立ってたらバレる、これ。はい。マジか。カメラ、ナイスカメラ。ナイスカメラ。あ、もう、真っ暗になってめちゃくちゃ荒れてる、あの人。あれ修理したいね、あれ。あれめっちゃ修理したい。
あ、これバレたかも、やばいかも。あ、まずいかも。まずい。うっかははダメだね、追われているってちょっと言ったらダメだね。言ったらダメだね。いや、ちょっとギリギリの勝負になってきた。これはね、言っちゃダメな案件だったわ。まあ、それは探すよな。待って、近くに、めっちゃ近くにいるよ、それ。さあ。これちょっと助けてもらえそうなんだけどさ。ちょっと助けて。助けて。で、なるだけ俺遠いところに逃げるわ。てか一回さ、アイテムさ、買いたいんよ、俺。一回アイテム。買えるかな、アイテム。どうだか。頼むぞ。医療キットに、で、もう一丁。やっぱお金ねえわ。金が、金欠だ、金欠。やばい。給料日前。給料日前だわ、今、俺。さて。で、防具かな。で、一旦ちょっと体力回復だけ、ちゃんとやっておくわ。いや、これマシーンの位置さ、結構もう絞られてない。どうなんだろう。追われているって言ってるから、ちょっと俺も、参戦していきたいんだけどさ。マシーンさ、もうさ、こっち側もないんかな。コイン回収しながらさ、あ、それ、仲間それ。わかんねえや。いや、仲間だけどさ、仲間わかんねえやってのは、バグりすぎたけど、頭。追われてるやつじゃないよな、違うよな。このマシーンとかは。あー、でももう全部向こうに、偏っちゃってるな。探索しがてら。って感じかな、コイン回収して。探索しがてらコイン回収してって感じかな。追われてるんだったらちゃんとそこと、もう一列絞られてるな、3つとも。で、カメラでしょ。よし、準備万端。向こうにまだいたよな。全然こっちいるやん。全然こっちおるやん、敵。やば、めっちゃ探し回ってる、あいつ。やばすぎ、やばすぎ。ねえ、あるやん、これ、目玉がさ。ここに隠れよ、ここに。目玉あるのに修理してない、あれ。大丈夫、それ。やばすぎる。目玉があるのに修理してるの、やばすぎ。やばすぎるだろ。いや、変わろ。あと任せて俺に。待って、バレてる。ただ俺が追われてあげれればいいからな。で、これ俺が追われてるって言ったけど、で、なるだけ遠くまで行こうか。なるだけ遠くまで行こう。あれ、ちょっと引き寄せれんかったな。もうちょっと引き寄せてあげたかったんだけどね。まあ、カメラがあるから結構俺も言って結構攻めたプレイできそうな気はするんだけど、これ変われんか。まあ、本とかじゃがいもあたり。これキャベツだ、これは。じゃがいもじゃない、これキャベツだ、これは。大丈夫それ。なかなか修理さ、なかなか、なかなか修理させてくんねえよな。あ、待って、来てる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 。いや、俺さ、向こう側行こっかな。まあ、こっちが結構重点的に守ってる気がする。あ、これ、え、待って、ここ強くね、このコーナー攻めんの。
来てない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 、ビビるなビビるな、やるぞ俺たちで。来てる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 、危な。俺かな割れてんのこれ、俺だね俺だね割れてんの。なるだけ引き剥がすわ。いやいや全然追ってこない、あれも。まあそうだよな、マシン守りたいからそうなるよな。ってなると逃げスキルにも工具が、工具を取った方が良かったわけか。コイン回収しよう。ナイス、何のアイテム取ったんだろうね。ちょっと工具狙うか、一旦アイテム取っておいてさ。コインねえかなここら辺に。もうめっちゃ割れてる。俺結構すぐ諦められるのになんでそんな割れてんので、よし、よいしょ、これで決めちゃいたいね、もうね。いやー、ただちょっと遅いなー。あれもがいたんかな、もがいて逃げたって感じが。オッケーオッケー、逃げろ。ちょっと逃げ切れるかわかんねえけどな。31、体力31だからね今ね。ナイス修理、いいよ。で、向こうに行ったの確認したから、ここの、ここバクバクさせといて、ゴリ押しすぎるだな、あいつ。マジゴリ押しじゃん。じゃあ、俺もちょっと目玉、俺も目玉に反応させてあげとこ。あ、来てる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 。来てるよ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 。来てるよ来てるよ。ナイス修理。俺も逃げちゃおうか、じゃあ。大丈夫だったね。目もくれてなかった、こっちに。ナイス、いいよ。あと、この子が逃げれるかどうかな。え、こんなとこにあんの？もう一個って。あ、でもこっちもあれだわ、最後の生存者で。いや、ナイス、めちゃくちゃ熱い試合になったな。ハラハラした。ナイス。ラストの試合、なんか殺人鬼やって締めくくろうかなって思ったんだけど、なんか生存者でマッチングしちゃったから、もうこのままやってさ、この試合ラストにするわ。勝つぞ。今回敵、イゴールだね。殺人ウサギ。だから直線でストレートで逃げちゃうと、もう来てるな、あいつ。本がいいな、俺本。バレたかな、本だって。ただ大丈夫、大丈夫だと思いたいけどな。うわ、探してるよ。うわ、探してる、怖っ。怖すぎ。待って待って、やばい、それは。それはやばいな。いや、まあまあ、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんとかなる、なんとかなる。初手それ結構きついけどな、やられちゃうとな。探してるよな、そうだよな。まあまあ、でも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 、すぐ助けに行けるっちゃいけるから、張り付く感じかな。めっちゃおならしてるんだけど、張り付きプレイして。マジです。すごいな。で、ある程度向こうに行ってから、助けに行ってあげないと、これ、すぐ戻ってこれちゃうからね、割と。怖いなぁ、マジで。このテントの上って越えれるっけ？これ越えれるかによって変わってくる。あ、越えれるんだ。じゃあ、ここで、殺人ウサギとあれできるかもね。そう、チェイスできるかも。あいつにはね、直線に走ったら絶対、チェーンソーダッシュがきついから、なんか障害物とか越えて、やってあげたいって感じはあったりするよね。怖すぎ。ただ向こう追っていってるから、これ修理しようぜ。これめちゃくちゃちゃんと追われてくれてるからさ、日本人が。日本人ってもう名前からもうすごいアピールしてきてるからね、写真部のエースが。まあ初手釣り結構ねちょっと怖かったけど、なんとかなるもんだね。あとは今回エナドリ飲んだら足速くなれるけど、バカ正直に逃げてもチェーンソーで追われることになるだろうからね。ちょっと怖いよね、意外とそれがね。
できれば端っこでも俺真ん中から修理していきたかったんだけど、でもまああれよな、そんなそんなにね、あれだよな、求めるわけにはいかんよな。来てるかな。めちゃくちゃチキるやん。そんなチキってたら修理終わらんぞ、マジでなあ。負けちゃうぞ。味方もずっと追われれるわけじゃないからね。そのうち限界が来るからさ、殺人鬼に追いつかれるっていう、そのうち、ほんとそのうちだね。開けとこ、これもったいない、開けとこ。で、一旦隠れとこ。壊してるな、壊してるね。今なら多分助けれる。絶対こっち来るよな、でもな。絶対こっち来るよな。どうだろう、来ねえか。 OK、 いるね、向こうに。向こうに行ったの確認してからコインを回収して、まずはアイテムから。アイテムがやっぱ資本だよな、資本主義なんで。で、まあ医療キットでも買っとくか。割れたかも。バレてはないね。オッケーオッケーオッケー。結構俺隠密行動上手くなったよね。本当は割れてあげたいんだけどさ、なかなか危険察知能力結構高くなった気がするよ。でまあそうだな、あとはもう全力修理でいこう。スタミナ使ってね、ようが普通にイコールには追いつかれるからな。物になってこのボートの上とか越えたりしてさ、やってくるよね。そこのボート越えれるかな、わかんねえんだよな。ただもうマシーンの修理1個は終わったけど、他が終わってないからちょっと怖いよね。センター真ん中にいるらしい、どうやら。なるほどね。めちゃくちゃそこにいる、そこにいる。いやー、やらかしたエナドリ飲むか。エナドリ飲んでこっちから行こう。でコイン回収しておいて、余計なダメージ食らっちゃったんだけど、マジで。本がいいな、本。でコイン回収しておいて体力回復しよっか、一旦ね。いや余計なダメージ食らっちゃった。マジで本当に余計なダメージ食らっちゃったわ。頑張って上越えようと思ったんだけどね、そしたら普通に回り込まれてた。うまかった、あいつがうまかったわ。ただただ、まあ、古代の書物かな。よし、追われてるんだったら修理しようか。ただ思ったんだけどさ、そこ終わった？じゃあいいや。ここよりもそこの修理やった方が良さそうだなって思ったんだよね。密集させたくないからさ、マシンをさばらけて修理したいからと思ったんだけど、まあでもそんな余裕ないよな、俺たちにな。ただみんななんかちゃんと逃げれてるな、えらい。ちゃんと逃げれてるあたりえらいわ。だいぶいい逃げしてるんだろうな。でここはね、あそこの上もうちょっと行ったらね、そのぴょんぴょん上越えれるスポットがあるから、そこでとりあえず見つかったら俺そこ目指すわ。やっぱ強ポジみたいなね、覚えとかんとな、やっぱりな。さあマシーンの修理もだいぶはかどっていってるよ。でも久々だな、生存者のあ、ミスった。生存者側で結構やる試合っていうのはなかなかあれじゃない、めちゃくちゃ久々な気がする。まあどっちもでもやっていきたいからな、どっちも、生存者も殺人鬼もどっちも味わっていきたい。全てを食らい尽くしていきたいっていうところはやっぱあるからな。いや、もう日本人ってやつにめちゃくちゃ敵が翻弄されてさ、もう敵のさ殺人鬼も日本人しか見えてないんじゃない。もうそう、絶対そうでしょ。もう頭に血のぼって同じやつ追うみたいになってるでしょ。そうなっちゃうと結構もうきついぞ。修理もどんどん進んでるから、あ、絶対そうだこれ。イゴールも多分ね、頭に血のぼっても日本人さえ釣れればいいやみたいな、絶対になってるよ。まあ工具かな、次は工具かな。
張り付くかな。できれば張り付いてくれたらすごい非常にありがたいんだけど。バレた。バレてなかったな。意外とバレてなかったな。てかマシンやとどこよ、やってねえの。え、待って、それまずい、それまずい、負け筋引いてる。あとマシンどこでやってないの俺。マジわかんないんだけど。これバレてる、バレてるかな、これバレてるな。待って、バレてる、普通にバレてる。走って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 。で、ここで透明化する本が役にね、立ってくるっていうね、わけなんですよね。うますぎ、今のこのムーブ怖っ。どうしよっかね。俺マシンの修理の場所あと1個分かってないんだよね。分かってないんだよね、あと1個が。何何、どうした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 。さて、あとどこだろう。そこやったよね。あー、これマシンの修理場所もなんか、なんかもうあれだわ、向こうにいるって感じが。もはやもうこっちに固まってるよ、マシン。これもう追われる覚悟でやらなきゃ終わんねえよ、これ多分。ただみんな追われてくれてるから、これはもう諦めて。あ、やばいな、やるしかねえな。でもさ、あと一個どっかにあるはずなんだよね。工具使うの忘れてた。あと一個やってないとこがさ、あるはずなんだよね。あと一個あるはずなんだよね。あった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 。え、ここ終わってた、終わってたと思ってたけど、終わってないじゃん、ここ。ここ終わってないわ、そもそも。工具使って。終わってないわ、ここ。ここできたら結構強いよ。ただ俺次終われたらちょっと、きついかなって感じは、あるけどね。オッケーオッケー。日本人が追われてる間に、ちょっと修理ちゃんとやっちまおうぜ。もっと早く気づけたらな。全然気づいてなかった。勝手に終わってたかと思ったわ。ダメだね。固定観念に、固定概念に囚われたら、こうなっちゃうからな。ダメだね。で、これはもう、お前、追われながら、YouTuber とか聞くな。ゲーム実況上げてるけど。あげてるけど、追われながら聞くな、俺に。さあ、まずは、しっかりと、あ、オッケー。終わらしたいな、これ、なかなか。来るかな、こっちに。まあ、釣られそうだけどさ、任せて。あとは修理よりここやっちゃうから。まあ、本当はね、多分これもう終わらすわ。多分来ると思うけど。来た。来た。終わらすわ、これも。痛いな。めちゃくちゃ痛いな。ただめちゃくちゃ足早く慣れてるから。ここで、追われるしかないな、これも。はい。逃げて。待って、ミスった。待って、ミスった。待って、ミスった。よくわからんくなった。さあ、あとはもう、脱出扉開けてもらうしかない、多分。結構時間稼げたっしょ。ナイスナイスナイス、いいねいいねね。時間は稼げたからさ。ほんとアイテム買いたかったけどね。いや、これはもうさすがに無理じゃないか。50秒で、あと50秒だよ。これはもう、いけるか。40秒で逃げれる俺たち。俺アイテムがあったら逃げれるかもしれんけどさ。ナイスナイス、いいよ、逃げるぞ俺たちで。感染体力がないんだよね、もう。もはや、俺行くわ。突っ走らん、もう突っ走らん、無理。もう怖い、
俺もう無理、怖い。出てって。もう怖い、俺も。俺も逃げるわ。ジュージー。ナイス。ナイス。キル、ムイ。あれかな、なんか、最後にキル、カム、ダウン、オーケー。I will fall, sure. どういうこと？どういうこと？勝利の生贄？勝てたから。勝利の生贄、最後まで殺人鬼に、No! Escape, brother! ブラザー逃げろって言ってる。イエス。あと2秒しかねえよ、もう。意味があるから。仲良くなってんじゃねえよ、お前ら。なるほどね。優しい世界。